チームウェルドのワークスドライバーに新たになった、はい、山中です。山中君すごい若いね。まあ、はい、今いくつ？今20歳です。20歳？石井亮と同い年です。いつもはあのどこでやってる？加藤にあるジョイナス。あ、ジョイナス、はい、ピットと、うん、あとは八千代のベガ。好きな女性のタイプは？ロン毛で、うん、髪のツヤがあって、ええ、で茶髪で、やっぱボディもシュッとしてて、もう海が似合いそうな。スポーツやってる系がいいんだ。あ、いいですね。山中君結構黒いんだけど、はい、なんかサーフィンかなんかやってんの？小中で、あのお父さんの影響でサーフィンやってたんですけど、これ今は人工的に焼いてるんで、日サロで。日サロ週何行くの？今週1か週2ですけど、夏になれば、もっと黒くしたいんで週3とか。マジ？行っても週4ぐらいは。平日にスタート行って、休日はラジコンで。あ、そう、大体20分から30分、で、顔別で15分焼く。脱毛もやってる？脱毛は前までやってました。夏の時は半ズボンにするんで、その時はもうツルツルにして。あ、ツルツルにして、じゃあだいぶ意識高い系だね。チームウェルドに入るきっかけというのはどんな感じでした？一昨年の、ガルムチャンピオンシップ、はい、その時に日本人が優勝しまして、あ、その時にちょっと伊藤さんの方から入らないかっていう話が来て、で最初はその今やってるのチームウェルドセカンドっていうところから始まったんですよ、でそこからちょっと経験積んだりして、はい、で今のこのチームウェルド、あ、チームウェルドになったっていう、はい、その伊藤さんの目に留まったっていうところなんですけども、はい、まあ、もちろん優勝っていうのもあるんですけども、他にも何か魅力が、 何が魅力だったんだろう。何かしらあったと思いますけど、ちょっと横着い感じとか。どうなんですかね、全然何も分かんないんで、最初は俺でいいのみたいな、本当にそんな感じでしたね。謙虚ですね。この先どういう感じのドライバーになりたいとかっていうのはあるかな。まあ、今の置かれてる状況で、はい、もう目いっぱい楽しみたいですね。もうこれで向かってぐらい、もうこれ以上ねえだろうとか、はいはいはい、もうこんだけやったからもうこれで死んでも構わないなっていうぐらい、もう思いっきり楽しみたいです。じゃあもう悔い残さない系だね。そうっすね。やりすぎちゃう時もたまにある？まあやりすぎちゃう時は今日も思いっきり楽しんでるんで。山中君、何曜日に入った？ここ金曜日の夜ですね。だよね、はい、俺歩いててね、あのホテルの前に見たんだわ。なんか携帯片手になんかスリッパ履いて、なんか悪いやつやるなと。完全にオフの時見られましたね。オフモードに入ってる時。オフモードに入ってる時ちょっと怖くて声かけれませんでした。いや小耳に挟んだんだけど、すごい豆らしいね。ちゃんと豆なところは豆ですし、たまに大雑把の時も大雑把っていうか、あとなんか礼儀正しいらしいじゃん。まあそこはそこはそこはやっぱ素晴らしいね、そういうところは。全力の山中ね、今後ね楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。